ダッシュ大好物、どうも武田でございます。アクセルの草野です。アシックスの小石と申します。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ということで、はい、本日の動画なんですけれども、タイトルとサムネイルを見ていただいた通りになっているんですけれども、小石さん、はい、来ちゃったついに、ついに長年のと言いますか、いつかはいつかはっていうところですごく時間かかってしまったりとか、まあコロナの状況もあったりとかしたんですけども、この意味でもなかなか分かる方いらっしゃらないかと思いますけども、アシックスのまあ心臓部というか頭脳と言いますか、まあ研究所のアシックススポーツ工学研究所に、あの遠いところ来ていただいてます。ありがとうございます。いや、ここに来るのは夢だったんですよということでですね、レポート何度かお二人の力をお借りしてご紹介させていただいたんですけれども、また今回も新たにパワーアップして、そうですね、もう今までのレポートっていうとやはりエントリーモデルみたいな、まず初めて買うよみたいな雰囲気があるんです。もちろん今回もそのストーリーは残ってるんですけども、だけじゃない新たな機能というかフルリニューアルしてレポート、え、あのレポートぐらいのものになってますんで、すごいですね。もうメッシュの編み方からも変わってますね。はい、今日は、まあ、ゲストといいますか、あのうちの会社の今回レポートの、まあ、開発、あとは、まあ、研究に時間をたくさん費やしていただきました方を、手前からあのこちらでは施設のスポーツ科学研究所で、まあ、今回レポート研究をしていただきました松永君。やったー、はい、よろしくお願いします。やったー。僕が研究開発の方で素材とかあと構造とかっていうのをたくさんたくさんものにしていくにはすごい重要なポジションなんですけども、開発の山根君。よろしくお願いします。いつも私だけでは伝えられないこうディープなとことか苦労とかもいつもそこははしょっていいとこだけ喋ってるんですけども、今日はどっぷりと努力したいところも喋ってもらおうかと思ってます。はい、ということでですね、今小石さんからもお話ありましたけども、ディープな話、僕の中でも超ディープだと思ってたんですよ。ああ、はい、お二人の時点で、はい、うん、いつもあのお話入る隙間ないなと思いながらサイドから見守っていたんですけれども、で今日僕いります、これを実際試して履いてもらってどんなことが起きるかとかね。なるほどね。手のしばきもありますもんね。そういうことです。ですよね、味心地もかなり違うんですよね。もう全く、はい、滑る側になっちゃって、はい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 、いや本当に一番最初にこうアシックスのシューズの話していただいたのが草野さんのジェットスプリントから始まったところだったんですけれども、ね、開発の方まで来ちゃった、うん、でもとうとうもう心臓も一番奥じゃないですか。だっておっしゃる通り、おっしゃる通り、やりすぎだよ、うちやりすぎ新しい時代ですよね。やっぱり今まではもう店にこうボーンと置いてあるところから、うん、ここ数年で着心地良かったっていうのはまあブログだけだったのが、なんかこう YouTube 動画とかで出るようになってきて、でそこにあのメーカーの方も紹介をしてくれて、でさらにやっぱこの開発の方もっていう、どん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 やっぱ商品がこれってどんなものなんだろうってやっぱすごく分かるいい時代になったと思うので、話をお聞きしてるとトップモデルと同じぐらいあるし、情熱を注いでやっぱ作ってるっていうことは多分これを通して分かるかと思いますので、ぜひそういった話を僕が聞きたいのでこれでやっていきましょう。お願いします。ダッシュでいこうぜ。まあ、流れ的に言うと私が企画をしてるので、まあこういうコンセプトがこういうものがまああったらいいなっていうのをまず考える人なんですけども、まあそれをまあお二人でパスをして、まあ研究、あとはまあ素材とかめちゃくちゃやっぱ詳しいので、まあ完全に自分とかも好き勝手に言ってるだけなんですよ。こんなものがないからこんなのが欲しいとか、今こういうものだからこういうのが欲しいっていうのはもう絶対この二人の顔を見てしまうとめっちゃ見てますけど彼らの気持ちをしてしまうと無茶なことは言えないんですけど、やっぱそういう無茶なこと言っていかないと、大体まあ100言って90とか80実現できればいいなって思う役者なんで、いつも無茶ばっかりしてるんですけど、今回は相当無茶を言ってる商品なんですよ。まずはまあ自分とか、まあ足首とか、やはりこの膝下とか、まあ腰が下の痛みっていうのがずっとまあ絶えなかったんですけども、もしかしたらそのパーセンテージ、発生パーセンテージを少しでも抑えることができるんじゃないか、あの発端になりまして、あのまあ自分もちょっと扁平足気味なんですけども、少し足の体重がこう内側にこう入っていくとか、マラソンでも多いんですけども、まあそういう動きとかをするとやはり痛みっていうところには直結してくると、まあそれをなんとか靴でフォローできるっていうところがないのかっていうのを、まずもう軽いパスを上げる好き勝手に言うっていう一番はやっぱりパフォーマンスが上がればいいんですけども、まずはそういう痛みが出なければ継続的に練習ができればパフォーマンスも上がる、技術も習得できるっていうのがまあ一番大きいポイントかと思いますんで、仕方なく休養するっていうのをなんとかなくすっていうのがポイントかと。今回このエフォートっていうのがこれから陸上を始める方には非常にまああのまあ必要不可欠なスパイクになってくるところに、じゃあどういう仕掛けっていうか、どういうサポートをするべきなのかっていうところを、今回はかなりまあお二人にはいろいろ見てもらいながら、やっと一足のものがまあ数年かかりましたけども、はい、できたっていうのが今回大きいポイントかなとは思っていますので、あとはもうパスしていいですか。ダッシュで行こうぜ。
最初小石さんからいただいた内容は足への負担を減らしたいっていう内容をまず最初いただいたんです。何があるのかなって僕も調べました。短距離から長距離、投擲、跳躍でやっぱ怪我の種類って変わっていく中で大きく2つ怪我の種類ってあるんです。1つは肉離れみたいにある一時で来ちゃう怪我、得意なやつですね。はい、大得意。もう1個は日々の練習でなってしまう怪我、新スプリントみたいな。靴で変えれるところって何かって考えた時に繰り返しの動作で脚への負担を減らすにはどうしたらいいかっていうところでまたスタート。次に考えたのはじゃあ走り方ですね。もう短距離から1500まで結構幅広く使うってなった時に短距離と長距離何が走り方が違うかなっていうと前足部でつくかかかとでつくかっていう大きな2つ、うん、じゃあこの時にどっちに着目しようかなと。比較的そのエフォートは短距離で使う人が多いっていうのがあったのでじゃあ前足部設置に着目しましょうってなりました。なるほど。そうなった時にじゃあ前足部設置で常に負荷を与えるどういう動作があるのかなっていうのをまあそれもまた文献とかでいろいろ調べていきました。そうなった時に2つあって1つは前足部設置この外側から小足側からこうつきますよね、うん、ついたものが内側に倒れ込む時のこの足部の倒れ込みの過度な足部の倒れ込みが1つ原因で、もう1個は設置した時にアーチが落ち込むんですよ。でそのアーチの落ち込みが落ち込みしすぎるとなるっていうのが分かりました。その倒れ込みっていうこととアーチの落ち込みっていうパラメーターに置き換えてじゃあシューズでどうできるかなっていうのを考えてきました。倒れ込みっていう観点ではこのソールのねじれですね、ねじれを強くしようっていうところを一つ考えました、うん、倒れ込む時ってかかとが内側にねじれるんですね。その時のねじれの硬さを強くしよう、ねじれ剛性を高くしようっていうところが設計指針の一つになりました。なので今回ここに溝がいくつか入っていると。ようやくもう溝については語るようになったんじゃないですか。そろそろ今日ここではあんまり喋んないようにして本数もどうするか、うん、どういうアスリートの長さにするかっていうのをだいぶ考えながら多くなると硬すぎちゃって。そうなんです。一緒に研究してないですよおっしゃる通りです。すごいマードのエフォートはやっぱりいいって言われたところがやっぱりその屈曲の感覚、反発っていうワードはやはり初心者って筋力ないでこれを曲げるっていう動作がまだできないっていうことが多いのでやはり硬いものを曲げると反発はあるんですけども曲がらないっていう現象が起きてしまうと足と喧嘩してしまうと履き心地が悪くなるし怪我も起こしてしまうのでここの屈曲感はエフォートはまず柔らかいプレートをデザインはキープしたままさっきのこの動きだけを防ぐっていうところができないかっていうまあいいところは残しつつ悪いところをなんとか変えていくっていうところにすごく多分時間と知恵は相当使ってますと思うんですけども。ソールの話今出てたんですこれなんか美容に長さも変わってないですか。僕が以前武田君ので出た時にはかかとぐらい前結構伸びてて結構フルレングスだったんですけどなんかちょっと短くそうですねなんかカットさ、はい、これはなんか長い方が硬いようなイメージがあってこれやっぱ理由がそうですね。そこに関してはまあ、プレートの硬さを全体的に上げて内側にねじれるっていうところを抑える硬くすることでリスクを抑えるっていうところを目指していたので全体的に硬くなっていくことで靴自体が扱いにくくなる初心者の方が扱いにくくなるっていうリスクがあったのでそこをより扱いにくくならないようにそういう変更をしても扱いやすさっていうところをキープするためにラバーの領域っていうところを増やしてプレートの領域をちょっと控えるっていうことをしました。ダッシュで行こうぜ。今度はもう一つ言ったアーチの打ち込みっていうところでアーチの打ち込みをどうしたらいいかなっていうのを考えました。アーチといったら中上骨に当たるところですね。ここはやっぱ潰れて落ち込む、この落ち込みをどうするか抑えたい落とさないようにしたいっていうところを考えてじゃあどうしたらいいかなっていうのを考えました。これで見てみると土踏まずが潰れちゃうっていうとただ土踏まずが下がってるだけってイメージが多分これだと思う皆さんもあると思うんですけど下がることでいろんな影響があるんですよね、うん、そうなんですよ。ここがポイントで実は足の筋肉ってすねまでつながってるんです。先ほど言ったすねが痛くなる理由ってこういった足裏の筋肉のところですねまでつながってる筋肉が作用してしまってすねが痛む、その考えに至った時にじゃあどうしたらいいかなっていうことを考えたらアーチを落としたくない、引き上げるのではなくて落としたくない、シューズの中にサポートを入れたらいいんじゃないのかっていうところからサポートですね、測定のところにかかるところにサポート材を入れてそのアーチを支えるような機構っていうものを考えました。これはもうぜひじゃあファイトボタンの武田君にいいですか入っちゃって、うん、じゃあ早速もう言い足りないことありますよ。それちょっと 2,3 時間かかっちゃうダッシュで行こうぜ。このアーチラップなんですけどこのように足に直接触れるような形の構造になっているのでどうしても履いた時締め上げた時に違和感がある場合があるということでそこのケアをいろいろ試行錯誤して考えました。ほどいていただいてここにダミーみたいなちょっとはいはいありますね、はい、普段は通してない、靴紐の穴があるので、まあ、そこに通していただくとアーチラップのテープの高さより低いところに靴紐の穴があるのでここに通していただいて
た上で紐を締めたらアーチラップの効果っていうのをあえて弱めることができるんです。へーすげー。なので足に当たって違和感があるよ、そういう人にも使っていただけるようにこちらに紐を通していただいて違和感っていうのを低減しながらええものを使うことができるというような配慮をさせていただいております。いやもういいっすねこれ。なんかこのカラー武田くんのここから 400m バタして、え、ちょっと待ってください、これスポッコ一周何メートルぐらいですか？ 350m。 やめてやめてやめて本用の帰ってくんのかな。最後までご視聴ありがとうございました。向こうから来るかと思ったけど無理です正直走る中でアーチ落ちてきたなとか正直感じたことがなかったので、なんかうわここすげえなみたいな自分の口からあんまりお答えすることできないですけど、やっぱり自分が履く前に一番気になったのは走る中でここのアーチラップのあたりが履いた時と履いて走ってる時どんだけ気になるのかなみたいないうところがすごい気になったところだったんですけど、全く気にならないです。僕は気にならないっていうのがすごくいいんです、うん、これだけの中身見たら誰が見ても気づくようなアーチラップがあるのに、いざ走ってみて側部のトラブルがない、もしかしたら武田君にはあまり必要のないシステムが邪魔をしないってことなんです、はい、もしかしたらトラブルがある人が履いた時にはしっかりその存在がある、どちらにとっても必要な時に支えてくれる、見事にコメントに現れたんじゃないかな。多分勝ったって思ってると思うんですけど正直感じないってのは褒め言葉なんですよね。うん、そういう意味でもダッシュで行こうぜ。エフォートユーザー、元エフォートユーザーです。履き入れの感じはなんかちょっと懐かしさを感じる？感じる気がする。やりやすい。意外とこうなんか引っ張ってもう一回ここで引けるから、うん、なんか固定されやすいというか、うん、思ったより履きやすい。明日もいいですね。みんなに見られて緊張してるの結構。まあ、確かになこう一瞬感じるって。イメージ履いた感じも支えられてるなって感覚はあるんだけど、走ってこう踏んでこのぐらいの一瞬踏み込んだ一瞬に感じる僕の場合は、うんうんうん、あるので、なんかそれが嫌な感じとかじゃなくて、あ支えてくれてるんだなっていう履き心地なのでとてもいい感じです。いい感じだよね。どうですか先生、まっすぐ立ってるともほとんどない、うん、ないなんか補強材でちょっと硬いパーツがこの内側の面であるみたいなイメージで、ちょっと内側にこう入ってくる動作をすると少しそこで感じる。走ったりした時にちょっと体内が少し入った時にちょっとサポートしてくれて、これ以上行くとちょっと危ないより言ってくれてるような感じですね。あ、懐かしい確かめるように知ってます。あれだけ大きいものが入ってるんだけれども、感じるのって本当にここの細いパーツの部分が少し引っ張ってるところがあるぐらいで、実は大きい面積で支えるために役立ってるところっていうのはかなり足当たりに強い影響はないので、本当に優しい。優しいですか。優しい。気にならないようにほんのちょっと手心をね入れてあげるという形で、そういうものが実感できると思うので、いやこれはぜひ履いてもらいたいですね。ダッシュで行こうぜ。はい、ということでお疲れ様でした。すいません、本当に長いお話、長いお話じゃない、失礼なちょっと長くて大変貴重な話ありがとうございました。カラーですかね。そうですね、カラーは今3色カラー展開なので、まあユニフォームの色に合わせるなり好きなカラーで選ぶなり、まあ、あとこれから始める方っていうのはやはりデザインとかもかなり重要視される方が多いので、まあ、色は多めに設定はしていますと、お好みでという形になってきます。さっきも話したんです、やっぱ安いっていうのはいいイメージないかもしれないですけど、逆に言うとこれって多分大体の人が最初に履くで、履いた人が結局陸上競技を続けてくれて、やっぱり陸上競技は盛り上げてくれたりだとか、はい、統一君がつながってくるものなので、うん、機能がそもそもこんなところに詰め込まれてると思わなかった人も多いと、僕も実際結構驚いている次第なんですけども、それを安いと感じる値段にまで下げてるところにやっぱりもう企業努力を感じるといいますか、すごいなって。あえて同じ機能をより安くものでできないか、でもその上でやっぱ耐久性もあるものでできないか、そういったものやっぱ詰め込まれてるものなので、先輩方から新しく始める陸上競技の新人後輩たちに優しさみたいなものだと思いますので、甘んじて受け入れて履いて陸上競技をここから楽しんでほしいですね。間違いないです。今のでまとまったかな。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に、さようなら。